乗車前にタブレットで目的地設定していただきましたが、あちらの電話設定と目的地がこちらのナビの方に共有されます。その後に今流れました AI エージェントの子開発が出ますのでご覧ください、はい、開始いたします。こちらオープニングムービーです。ユーザーインターフェースの言語を日本語に切り替えました。こんにちは、私は今日の運転をサポートするクラリオンの AI エージェントです。よろしくお願いします。お手元のスマートフォンはセンターコンソールに置いてください。まずこの車についてご紹介します。この車では走行中にカメラを使った運転支援や状況に応じたルートの変更などをご覧いただき、クラリオンの考えるスマートコックピットの姿を体感いただきます。早速始めましょう。先ほどのルートがこちらで共有されております。はい、目的地を確認します。最終目的地は国立西洋美術館。車では上野恩賜公園第一駐車場まで向かいます。それではハンドルを握って安全に注意して出発しましょう。ちょっと見ていただくんですけど、ちょっと事前説明でもしたんですけど、ちょっとコースが狭くなってますので、はい、7キロ8キロ程度ほとんどアクセル踏まないぐらいでお願いいたします。はい、まずはそちらの黄色いコーナーの停止線のところで一時止まっていただけますでしょうか。でこのまま普通に、はい、パーキングが解除されてますので、はい、今シフトがパーキングに入ってますので、はい、こちらドライブのところまでこちら表示されるので、ドライブって表示されるところまでお願いします。こちら押しながら、はいはい、はい、これでお願いいたします。そちらの停止線のところで一時停止をお願いいたします。では最初によそ見、こちらで一時停止していただいて、はい、最初によそ見検知のデモを行います。はい、これはユーザーが例えば青信号になった時によそ見をしていた場合に、よそ見をしているのをこちらのモニタリングカメラで認識いたしまして、ユーザーに発信してくださいという警告を AI エージェントと、それからこちらのシートが振動いたしまして、シートエキサイターでご案内いたします。はい、それでちょっとこのスマホの方をよそ見していただけますでしょうか。次に左折支援でも行いますので、このまま一周してまた信号のところまで戻ってきていただけますか。左折支援でもでは、こちらのサイドミラーのカメラと、それからバックミラー、バックのカメラと3画面構成して、こちらのセンターディスプレイの方に広い視野の画面を表示いたします。はい、なのでちょっと手前ぐらいでゆっくり走っていただいた方が写真撮りやすいかと思います。一周していただいて、信号の手前あたりのところで画面が切り替わって案内が流れますので、写真等そこら辺で案内します。画面を3つ合成して、はい、
ビーで捉えてみて。カメラの画面、カメラとそれから後ろのカメラと3画面を合成して広い視野で。センターディスプレイに表示されますので、ドライバーが視線を前方から反らすことなく後ろの広い視野を確認ができます。これによって左折の巻き込み防止等に役立つと考えております。ではまた練習していただけますか。はい、合流支援のデモになります。はい、合流支援時も先ほどと同じように、広い視野が出、こちらのセンターディスプレイの方に3画面構成が表示されます。はい、もうちょっと行って曲がったあたりのところで表示され始めますので、このままもう一度お願いいたします。カーブのあたりのところで表示されると思います。今度はそちらの車線に赤い矢印の方向に車線を待って左側の車線に合流していくイメージ。そちらの赤い矢印の方向後方に車両を検知した場合に、今こちらの方、画面の方にも表示されているんですけど、こちらのシートの方も左側の方だけ振動させて左の方から接近してますということを案内しております。スピーカーの方も左の方だけ音声聞こえたかと思うんですけど、はい、これでユーザーに左側に注意してくださいという注意を喚起しております。はい、ではまた進んでいただきます。はい、またもう一周していただいて、今度は休憩提案のデモになります。はい、こちらは、エアエージェントが長時間の運転を認識いたしまして、ドライバーに休憩提案を提案いたします。はい、もう一周していただきますか。エージェントが途中で近くのお店のクーポンを入手してここで休憩してはいかがでしょうと提案いたしますので、こちらの画面に表示されますので、表示されましたよ。長時間の運転になっていますので、一度休憩しましょう。この先のコーヒーショップの割引クーポンが配信されていますので、そちらに立ち寄りましょう。曲がっていただいて、もうちょっと先のところの右手のところにコーヒーストップが。でもなんでコーヒーは出てこないんですけど、旗だけ立っております。はい、この黄色いコーンの手前あたりで右側に入っていただいて、まもなくコーヒーショップに到着します。停車場位置がありますので、そちらで止めてください。黄色いコーンです。
今ストップ場所に着きましたので、はい、シフトパーキングに入れていただけますか。はい、運転お疲れ様でした。店員さんにスマートフォンを見せるとこの割引クーポンが使えますよ。残念ながらちょっと実際には使えない。はい、以上が休憩提案でもあります。次にルート変更提案でも行います。はい、休憩が明けた想定でシステムがオープニング画面を表示した後に、今度こちらの方でちょっとイベントが起きますのでこちらご覧ください。はい、局所的な豪雨の予測が配信されています。走行中のルートで通行止めが発生する可能性が高まっています。最新の交通情報予測も取り入れてより安全なルートに迂回します。元のルート上に大雨が発生したので、はい、エージェントが新しいルートで安全なルートを提案しております。はい、このルートに従って目的地に向かう想定で出発をお願いいたします。はい、一周していただいて、元の開始した時点に戻っていただきます。はい、公園第一駐車場に到着です。乗った先にクラリオンの旗が見えるんですけど、はい、その手前のところから左に入れますので、はい、そこから左に入って先ほどの開始地点に戻っていただけますか。すいません、開けてもらっていいですか。の駐車場に到着いたしましたので、はい、シフトをパーキングに入れていただけますか。はい、上野恩賜公園第一駐車場に到着しました。運転お疲れ様でした。今日は35キロの運転でした。ここから国立西洋美術館まではスマートフォンでご案内します。忘れ物のないように気をつけてお出かけください。最終目的地の最寄りの駐車場に到着いたしましたので、はい、ここから先は、トナビに従って、こちらで最寄りの駐車場からそれから目的地までの経路がこちらに表示されていますので、はい、こちらに従って目的地に向かっていただくことになります。はい、本日のデモはこれで以上で終了となります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。